なんとなくラリーしてしまうとやっぱり試合で使えなくて、ただのアップ、ウォームアップの運動みたいになってしまうので、やっぱり1球いいボールを打った次でクオリティの低いボールを打って、いいボール打ったはずなのに崩されて展開になるので。こんにちは、テニスポットの小畑です。じゃあ今日はですね、ちょっとストロークのラリー練習のメニューっていうのを皆さんにお伝えできればと思います。で今日やるのは普通のセンターのラリーとクロスラリーがほとんどになるんですけれども、ちょっと意識するポイントを変えるだけで結構練習がいいものになったりとか、なんとなくラリーしてしまうとやっぱり試合で使えなくて、ただのアップ、ウォームアップの運動みたいになってしまうので、ここを注意してやっていくと試合で活かせますよってところも踏まえて皆さんにお伝えできればと思います。なのでちょっと僕の練習も兼ねてといいますかやっていきますので、今日はですねカメラマンの小田さんにもヒッティングで入ってもらいますので、ちょっと僕らの楽しい練習を見てみてください。では行きましょう。はい、で今センターでアップしてたんですけど、皆さん結構最初にそのセンターのストレートラリーをやっていくと思うんですけど、僕ちょっと今ラリーで意識していたのが、そのサービスラインとベースラインの中間のその間ぐらいの線で、デッドラインとかデッドゾーンって言ったりするんですけど、そのデッドラインよりも深くなるべく狙うことを意識してます。で結構ウォームアップの時に速いボールを打とうとしたりだとか、回転グリグリでかけてやるって思いすぎると、やっぱりその深さを狙うっていうのができなくなってきたりとか、自分の今日の感覚、どれぐらいボールが飛んでどれぐらい収まるのかっていうのが調整効かなくなっちゃうので、そこで深くしっかりコントロールしていくっていうのを意識します。で僕結構琴田さんもめちゃくちゃ上手かったので、引きつけてボールを打っていく状態になったんですけど、ここから試合に出てく方とかはそこで踏み込みながら同じように深さを出していってアップしていくっていうところまでフォームアップできるといいんじゃないかなというふうに思います。なので結論1個、意識するとしたら深さを調整していくってところをやってみるといいんじゃないかなと思います。では次はクロスラリーに行きましょう。はい、今クロスラリーを打っているところが流れていると思うんですけれども、クロスラリーに関してはやっぱりその深さを出すっていうのはセンターと一緒なんですけれども、やっぱり外に追い出された動きと自分がその中からボールを飛ばしていかなきゃいけないっていうことになってくるので、その自分が打ったボールで確認するのは、このボールは外に追い出すためのボールなのかっていうのと、相手のポジションを後ろに下げるボールなのかっていうのを意識して打ちます。これ結構両方やろうとすると、結構その角に狙わなきゃいけなくてリスク高いので、どっちかの目的にまず絞って、今ポジションを下げるボール、外に追い出すボール、あとは自分がそれをされた時にディフェンスでしっかり深くやって、次同じようにやられないようなところを意識します。なので追い出す、下げる、自分がそうされない感じの動きになると大事かなと思います。結構多いのがそのロブ系のボールが来た時に全部下がってクロスラリーしちゃう方とか、ダブルスの方はいいと思うんですけど、シングルスなのにポジション戻らないとか、横に動かされた状態からボールを飛ばすっていう練習にならないので、もしシングルス出る方だったら、ちょっと無駄にでも戻って横に動いた状態で自分がしっかり体を安定させてボールを飛ばすっていう練習をしていくといいんじゃないかなというふうに思います。で次ちょっと琴田さんとポイント練習もやっていこうと思うんですけれども、クロスに1本球出しをして帰ってきたところからポイントスタート
のメニューです。最初に正直に言うと小野田健プロの YouTube チャンネルのパクリなんですけど、これめちゃくちゃいいなと思ったのでパクります。で、球出しされた側は球出しのボールなのでしっかりクオリティの高い深いボールで、今みたいな例えばポジションを下げるだったり外に追い出すという目的をしっかり持ってやる。で、球出した側はそのいいボールがしっかり打たれてくるので、その中からいかに自分があの相手に次2発目を追撃されないように返してからポイントをスタートするかってところが大事になってくるので、まあ、そこをちょっと意識しながらやるといいと思います。結構球出しからの練習だとなんとなく始めちゃう方いるんですけど、球出しの1球目打つ方もしっかりクオリティの高いボールを打つ、で打たれた側もしっかりそれをディフェンスするってところを意識してやってみてください。では行きましょう。はい、では今僕手前でディフェンスの状態からスタートしてるんですけれども、まあ、結構その相手が強く打ってきてるので、まあ、試合中も結構その相手が攻めてきたっていうシチュエーションを想定してます。でこの時に結構今僕はスピンのボールで時間を作りながら、自分の戻る時間を作りながら相手のポジションを下げれたらいいなっていうのをやってるんですけど、やっぱり浅くなってしまう時はさらに小野田さんに攻められてって自分が走らされてしまう展開が増えてくるので、なるべくやっぱり時間を作るときとしっかりポジションを戻る。でダブルスでこれやっちゃうと結構ポーチとか怖いので、ダブルスになってくるとまたちょっと違うんですけど、シングルスの想定した練習でいうとラリーで今みたいに攻められたときからディフェンスして自分が攻めれる展開を作っていけるといいのかなと思います。はい、今次は僕が奥に行って球出しからスタートさせてもらってるんですけど、まず1球目ですね。僕はフォアハンドであのあまり速いボールを打ってないので、しっかり深さを出して相手のポジションを下げてそこから組み立てていくっていう感じになります。でここで1球目を球出しなのでいいボールを打つのは上手い方だとできると思うんですけど、やっぱり1球いいボールを打った次でやっぱりクオリティの低いボールを打ってるとやっぱりいいボール打ったはずなのに崩されていく展開になるので、いいボールをしっかりクロスに深くだったり早く打った後は次オープンコートだったりとか同じコースでもさらに深いボール、いいボールを打って2発続けて相手を崩して次の決定打につなげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で僕ちょっと今回のネットプレーミスしちゃったのであれだったんですけど、やっぱネットを取るまでの組み立てもやっぱり無理にネット詰めるんじゃなくて、いいボールしっかり打ってポジションを悪くさせてボールのクオリティを下げて、そこからさらに走らせてもっと弱いボールを打たせてボレーに詰めるっていうのが展開としては理想的なので、ぜひ球出しからの練習はこういう風に意識してみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今ラリー練習ということで今日やってったんですけれども、まあ、今日ちょっとセンターとクロスラリーだけやっていったんですけど、まあ、このようにその自分が意識するボールだったりとか、あと練習でも球出しからただ単純に打ってクロスラリーを始めるんじゃなくて、こういう風に1球目球出しされる側はこういう意識を持って、された側はこういう意識を持ってという風に結構意識をして練習すると試合で使えるボールができます。結構この皮肉の意味を込めて練プロって言葉があるんですよ。練習プロって言葉なんですけどなんか怪しい顔してる人がカメラの向こうにいるんですけど、練習中にただ単純にラリーしていくっていうのはやっぱり打っていけば打っていくほど上手くなってきて精度も上がってくるんですけど、そのやっぱり相手が何かしてから自分がリアクションするスポーツなので、テニスはやっぱりその相手を下げる、でその下げた後どうするかってところまでやっていくと試合が上手くなっていくと思うので、ぜひ意識して練習してみてください。パクらせていただいた小野田健プロありがとうございます。はい、では私の動画は以上になります。で私の YouTube チャンネルではこのようにテニスの練習方法だったりとか各コンテンツを上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価、もっとこうしてほしいっていうのがあれば低評価とコメントをお願いします。はい、ではありがとうございました。